皆さんおはようございます。ダーミャクボーイキングタクです。今日は、テレビ史、公式チャンネル5周年記念にテレビ史を語ります。はい。まあ、テレビはですね、日本が最初でございますね。はい。いろんな方法、機械式、電子式があるそうでございますね。はい。まあ、テレビ放送したのは、実はアメリカで1939年だそうです。NBC とソ連の国営放送、日本はですね、テレビ始まったのは1953年、第二次世界大戦後です。長いね。カラーテレビ。まあ、そこか。カラーは1960年。海外からの衛星中継は63年。衛星放送は78年。チリジは2003年、まあ、アナログからチリジ移行して2011年。そして2012年、86年のテレビ。まあ、こうとした。テレビは、遠くに映像を送るフランス語、テレビジョンです。はい。ブラウン管のテレビというものが実は100年以上歴史あるそうです。海外さんで。はい。液晶テレビ、本当液晶はすごいですね。今は 4K の時代ですからね。はい。チレチで一気に普及したそうです。このテレビはね。アナログとチレチ全然違いますね。はい。操作線によってね。はい。アンテナは本当にすごいからね。はい。アンテナ全然違いますね。BS のアンテナ。4K、8K の対応。全然違いますからね。リモコンも本当に今光ってるこう赤外線を送るんですね。はい。今日は公式チャンネル5周年記念テレビの話、テレビの歴史でした。バイバイ。